こんにちは。こんにちは。今週のマンマキさんです。さっさい。ありがとう。よろしくお願いします。ナモースニュースです。今年最後、今年も一年間ありがとうございました。ありがとうございました。実は、テイク2。そうなんですよ。データが消えました。すいません。割と撮った後に先生ちょっと反応がわざとらしかったらちょっと我々は別に初見でじゃなくてもうすでに情報がいろいろ入っちゃってる、はい、という前提のモンストニュースです。すみません。はい、今年最後なので、はい、年末年始の情報もりもりでございます。早速いきましょう。どしなのきダーンじゃーん。さっきより早い。1個ずついこうと思います。1、また一緒にモンストやろう。そんな気がしていたぜ。そうですね。1回聞いてますからね。はい、こちらじゃーん。1月24日もう始まっております。1月6日までやっているキャンペーンなんですが、うん、ちょっとご説明しようと思います、はい、また一緒にモンストやろうということでこちらバーン。これがですね、一定期間モンストにログインしていない方と一緒にマルチをすると、誘った方はオーブ5個、クエストチケットタスの巣窟1枚、はい、そして誘われた方はオーブ5個とタスの巣窟チケットが3枚ゲットできますよというキャンペーンになります、はい、そうですね。タスの亀強化祭りってことですね。そうですね、はい、大量発生タス亀強化祭りが3枚もありますよという、はい、年末年始年末年始、うん、実家に帰られる方、うん、はい、昔の友達と久しぶりに会われる方、うん、そうですね、どうぞマルチやってください、はい、やってください。フレンド一覧からね、どれくらいログインしてない方かも分かりますからね。そうですね、うん、はい、まあ、詳しい条件とかはお知らせに載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、次次続いてはゼロ降臨ということで、ダーン、やばい、この方イザナミゼロ、はい、3DS から、はい、そうです、ついに本家スマホ版に、はい、アプリに出てきます。もう来た、いい、ね、明日です。あ、早いですね。12月26日の21時初降臨となっております。みんな予定開けといてね。朝だけど開けとこう。またね、 3DS とは多分ステージも違うし、うん、ザナミゼロ自体のキャラもまた変わってきているので、ステータスが、はい、なるほど、楽しみにしましょう。アプリも 3DS も戦っていただければと思います。ただの色違いだと思わないでください。そうだぞ。こう見て非属性なんですよね。非属性ですよ。非属性そうなの。そうなの。マジで。闇じゃないんですか。明らかに闇落ちしてますけど。けど非属性。非属性でございます、はい、マジか。はい、ぜひ皆さん頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、続いて私もやりたい。私多分北海道で大島くんとやる。あー、ぜひぜひ行くんで遊んでみてください。はい、お次、年末年始はイベントもりもり新ガチャキャラもーということで、はい、じゃん、モンスト年越し&お正月イベント2015-2016を開催いたしまーす。年またぎもやりますよということで、うん、またもりもりキャンペーン参ります。こちらじゃん、もり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 ログインオーブ受信力3倍、そして爆絶超絶祭りも参ります。そして注目がこれだ、これだ、新しい重心流排出率2倍、これは嬉しい、嬉しいね、嬉しいですね。これ新しいやつですね、はい、この期間に集めたい。そしてさらにさらにラックボーナス、エイの神殿、そしてオッケン中2分の1、うん、そしてノーマルクエスト獲得経験値2倍などもやっておりますので、皆さんスケジュール帳にチェックしておいてください、はい、全部載せです、全部載せでございます。でさらに、覇者の塔また参ります。28日お昼から報酬また1からゲットできるので、また登ってください。はい、やり込んでください。さらに、うん、去年着ていたこちら、でん、でん、アリエス、久しぶりに見た、去年から遊んでいただいている方知ってると思うんですけど、去年の降臨キャラですね、年末の年始のアリエスがまた降臨します。29日から31日2015年の間ですね、最後来ますので、うん、はい、大丈夫ですか？ OK です。また運極ね、しそこねた方とか初めてゲットしたいよっていう方はぜひ挑戦してみてください。来年来るか分かりませんよ、はい、今回来ただけで来年来るか分かりませんよ。そうですよ、去年ね、今年は羊年だったので ね、ラストですから、はい、今年は羊年、そして来年は猿年でございます。今度はこれが降臨します。じゃーん、モンキーガールデイジー、イエーイ。1月1日から1月11日まではこちらの新キャラモンキーガールデイジーが降臨します。はい、猿が波に乗っている。そうですね、スノボをやってますね。波じゃないか、スノボか、スノボかなに見えますね。乗りに乗ってますね、はい、またこの期間で降臨するので、うん、ぜひ挑戦してみてください、はい、でさらに、うん、ガチャこちら、今年はですね、大晦日限定獣神祭参ります。1日限定、1日限定です。お見逃しなく、1日だ、やばいよですね。お気づきですか村井さん、なんすか、なんすか、もうすでに私は知っていた気がした。
10連初回のみ星6キャラ1体確定。はい、はい、というわけでこれはちょっと行きたいですね、攻めたいですね。絶対星6が入っているという確定ですね。なのでぜひこの日お見逃しなく。お見逃しなく。はい、そして、うん、日が明けて1日、はい、1日、じゃーん、ウェルカム2016超重審祭参ります。新春超重審祭1月1日から4日まで実施いたします。そしておまけ付きでございます。はい、おまけやばい。今まではタスとかカメがゲットできるおまけが付いてることあったんですけど、今度から重心玉と重心竜がついてくる可能性があります。やばい、いいですね。やばいやばい、重心力不足、重心流不足の方多いと思いますので、ぜひこれをチャンスにしてみてはいかがでしょうか。それやばい、やばいやばいやばい。でね、村井さんまたちょっとお気づきですか。どこに何が。あ、はい、ピポン。はい、村井さん、新キャラが2体。あ、そうです、ここに2体の新限定キャラ、具体的に言うとカムイとガブリエルだと思います。そうですね、大当たりでございますが、初登場いたします。はい、強いぞ、強いんだよ。じゃあ早速これすごい強いんだよ、ステータスも一緒にご紹介していこうと思います。じゃん、カムイ進化、こんな感じ、やっときた。じゃーん、かっこいいですね。かっこいい。これアニメの6話にアキラくんが使うキャラとして登場したやつがモンストにも現れます。まさかこんな形で出会うとは。そうですね、結構ネットでもいつ出るんだって話題になってたんですが、うん、とうとう出ますよっていう感じですが、はい、ステータス、はい、言っちゃいましょう。行きましょう、どんどん行きましょう。これがですね、新アビリティを持っております。でね、アビリティを紹介していくと、アンチ重力バリア持っております。でゲージでアンチバープ持っています。で、ベースの方に新しいアビリティを持っていて、友情コンボ ×2 なんだって新鮮じゃないですよ、全然新鮮じゃない、もっと新鮮にお願いします。友情コンボ ×2 え、どういうことですか。どういうことですか。友情コンボ ×2 勝手に想像しちゃいますけれども、そのローレライを当てると貫通長距離貫通ホーミングが2回出るとかってことですか。の逆でございます。逆さっき説明したな、同じ下りだね。カムイに味方が当たると2回までカムイの友情コンボを出すことができる。今まで1回当たってその後はもう出なかったと思うんですけど、もう1回当たれば2回目が出ると。カムイの友情コンボが何かってことが重要です。そうですよ、カムイの友情コンボは6発の落雷でございます。あー、素晴らしいですね。強い。なので2回当たれば12発。おー、よくだし、バンバンバンってザコを命中させていくような感じでね、倒せると思います。これね、最初からベースで落雷12にしないところがねプレイヤー心くすぐってますよね。そうですよ、あえて2回当てたいんよ、うん、絶対出してやるからな。でですね、ストライクショットも新しくてですね、これが触れた最初の敵をまず打ち上げて、切り刻む。おー、さっきと一緒やねさっきと一緒で新しいんですよこれはっていうので、めっちゃ演出かっこよくって強いんですよね。っていうのが新しいストライクショットでついていますと、うん、はい、いう感じでございまして、でちなみにこのキャラのストライクショットで特別な演出がありまして、うん、今回初めてこのストライクショットでボスの HP をゼロにすると、うん、その演出が見れる、うん、ということでございます。やるしかない、それでとどめを刺すしかない。これもまた新しい要素でございますので、ぜひ見てみてください。カムイ。さあ、じゃあ神化いきましょう。神化バーン、こんな感じ。顔出ちゃった。こんな感じだったんですね。ね、意外とモリッと、ムキッと、ムキッとしてますね。この子がですね、はい、アビリティを4つ持っております。クワトロアビリティ。ピザとかヒゲ剃りとか。全部言わなくていいですね。ロボットキラー M、ユニバキラー M、そしてゲージでアンチワープに SS 短短縮持っておりますっていう感じでですね。で、友情コンボが貫通フォーミング8、うん、で、白爆発の副友情コンボがついております、うん、でストライクショットがメテオ、うん、30ターンで打てるメテオなので、それが短縮できる。そう、 SS 短短縮で早く打つことができる。いいですね、いいっすね。てか神かなりの強キャラですよね、うん、かなり進化も神化もモリッとしておりまして、でこの子がアリスのようにタスを振られた状態でも出てくる。またモリモリです。そう、タスを振らなくていいんですよね。そう、タスを振らなくていいので、うん、即戦力として使えるキャラになっております。はいはい、はい、
まだいます、ね、うん、さらにもう2体というとなので、もう1体紹介しましょう。じゃん、ガブリエルが、はい、ね、こちらですね。ガブリエルチンガーじゃん。違う、チンガーと知っている。はい、はい、で、この子が、またね、進化から紹介していくと、アビリティがアンチダメージウォールにゲージで光属性キラーと闇属性キラ ー, この子は木属性、木属性だということで、初めてダブル属性キラーをアビリティで持っているキャラになります。恐ろしい。なんで属性が木属性なので、受けるダメージは 1.0 倍で、自分の与えるダメージを大きく与えることができるという有利な感じですね。すげえ。でさらにさらに友情コンボ、大黒天が持っている電撃ビリビリ伝っていくやつですね。でこれがあと砲撃型では初めて電撃持っているキャラ、はい、強い、威力が上がっている。そう、威力が上がっております。でさらにまだありますよ、まだあるのか。新ストライクショット持っています。どんなかっていうと、貫通タイプで敵を貫く&ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷が無効。すごいですね、これ。無敵。無敵でございます。無敵。この子反射ですもんね。これは反射キャラでございますので、貫通タイプになる。とりあえずも光と闇だったらこれでいっとけみたいなとこありますね。そうですね。めちゃめちゃ強いですね。うん、もう超動き回れちゃうような感じになっちゃうストライクショットでございます。はい、これが進化。神川。神川いきましょう。こちら、じゃーん。かっこいい。忍者っぽい感じで、かわいっこいい感じですね。うん、この子が、貫通タイプに変わりまして、アビリティがマインスイッパーと水属性耐性を持っていて、ゲージでアンチワープでございます。はい、で、友情コンボがエナジーサークル L。ルシ。貴族性初。貴族性初の、ルシファーとかが持ってるやつですね。を持っていて、副友情コンボにホライゾンレーザー横のピュンってやつを持っております。でストライクショットがですね、触れた敵に毒メテオで追い打ちっていう、毒メテオを持っていて、こうバーンってやったら毒吐いて一定ターンじわじわ削っていく、ダンダンダンっていうことでございます。はい、今度これスピード型になるので、貫通タイプで結構スピードが速くて動きやすい、結構いろんな方に雑魚にも目で渡れるってことです。めちゃめちゃ強力じゃないか。そう、どっちも強いし、カモイも強いなという感じで、はい、どっちもし、はい、そんな超重心祭が1月1日から4日まで、2016もよろしくよろしく。はい、さあ続きまして、はい、そんな年末年始ですが、実は新しい新 CM、 年末年始流れるやつがございますので、ちょっと見ていただければと思います。こちらですね、大晦日限定重心祭ムード歌謡編ということでいきますよ。スタート。やっとあなたに会えるのね、嬉しいくせにそっと向く乙女心はボールのように飛んで跳ねたら元の鞘、待ちに待った甘い幸せ、月に一度の甘い幸せ、毎月中頃、毎月中頃、重心祭重心祭ちょっと見えました今、あ、見えなかった。ちょっとじゃあね、これね、長い、これ3番、4番まで、3番ぐらいまであるのでフルバージョン流してるの。そうです、フルバージョンなので最後の方に行きましょうか。ここね、泣いちゃってるよみんなが出てきて、え、小林幸子さんラスボス何してるの、こんなところで中頃そっちに行った。見えるかな、見えるかな、はい、ここでしょあれこのまま重心祭これフルバージョンなんですけれども、この短いバージョンの CM が流れるはい、一緒に
中心さなんちゅう CM や あとこの企画じゃねえ、あれ自体が中心最大をなんだか合戦みたいになってましたけど、あ、そうですそうです、これ歌合戦の、うん、まあ、ね、年末年始の歌合戦をイメージして作っていると、はい、すごいな、この悪の強い感じの CM が年末年始流れると思うのでぜひ皆さん、はい、わわわわ見てみてください ね、 そうですね、フルーが見たい場合はあの公式チャンネルを見ていただけると、モンスターストライクの、はい、公式チャンネルの方どうぞ、全部歌詞出てますので、はい、歌詞が出てる、はい、これ一回聞くので耳に残って一日中歌っちゃうんですジューシーさんですからね、ぜひぜひ聞いてみてください、はい、続いていきましょう。では4、新爆絶がということで、あ、ここで4だ、4ですよ、ここで4です、8まである、すげえ、やばいよ、やべえ、新爆絶降臨します。次の新爆絶はこちら、青かったですけど、じゃーん、未来かな、はい、1月3日1月3日、はい、年明けですね、最初最後の日かな、お休みのに初降臨いたします。はい、皆さん頑張ってください。はいもう頑張ってとしか言わないので、立ってください。はいはい、はい、そしてそんな、今ご紹介した年末年始の情報が満載でまとまっているモンスターマガジンも、はい、発売されます。28日発売です、はい、ぜひチェックしてみてください。かわいいですね、ね、かわいい、うん、新たな大天使マヨ、うん、はい、はい、次行きましょう、はい、もう次ですね、はい、はい、新イベントは三国志、はい、ということで、去年もね三国志だったと思うんですけども、今年も年始から参ります。1月4日から、はい、三国志2ですねということでご紹介していこうと思います、うん、こちらが、まず1回目、じゃん、大凶小凶ガチャキャラですね、1体目、うん、かわいい、こちら神かな絵になります、うん、でこの子を一応ステータスご紹介していこうと思います、うん、いいですね、この子貫通タイプでアンチダメージウォールとゲージでアンチブロック、はい、おー、貫通で初ですね、貫通では初でございます、自由に動けますよ、はい、で友情コンボが長距離貫通核三段 EL3 に副友情でホーミングとか持ってる感じでございます。で、ストライクショットが触れた最初の敵で爆発し周囲の敵を巻き込み大ダメージというようなステータスになっております。はい、はい、鬼嫁たちですね。そしてさらに2キャラ目こちら、ダン、ダン中遊、うん、進化の絵でございます、はい、この子はですね、反射タイプ、うん、アビリティはアンチワープでゲージで回復を持っております。で友情コンボが全方位ショットガンを持っていて、うん、そうですね、攻撃型でございます。で、ストライクショットはヒットしたボスの弱点の効果をアップさせるっていう、これ新ストライクショットでございます、効果をアップさせる、そうなんです、なんかもっとダメージ増させるんだ、うん、そうなんです、ちょっとね弱点マークが大きくなって、うん、そこに当たるとすごいダメージを、大ダメージ、効果をアップさせることができるっていうようなキャラになって、はい、はい、そして3ガチャ3キャラ目こちら、そうそう、そうそう、進化でございます。この子はですね、見るからにちょっとねパワー型な感じですけど、うん、パワー型でございますあ、その通りです、その通りでございます。アビリティがアンチ重力バリアで、これゲージで貴族性キラー、貴族性キラー来たぞ、卑弥呼、龍馬に続き曹操が貴族性キラー出てまいりました。で、友情コンボは超爆発を持っていて、うん、ストライクショットが壁にバウンドすればするほど攻撃力がアップする、それでキラー回ってくるのね、それ強いですね、これは結構ね使い勝手良さそうな気がしますね、はい、というような3体がガチャで出てまいります、はい、そして降臨キャラも出てきます、じゃーん、炎翔と挑戦でございます、うん、炎翔結構ね絵がやばいですね、はっちゃけてますね、はっちゃけちゃってる感じ、頭のあたりもはっちゃけてますね、はい、こんな降臨キャラも出てまいります、はい、お楽しみに、はい、そんな三国志1月4日のお昼の12時からまいりますのでお楽しみに、はい、はい、さあ続いて6、しおり型プラカードということで、じゃん、でんとですね、人気のテンションの悪魔モンスターが勢ぞろいしおり型プラカードが登場いたします。で今回持ってきました、おお、なのでぜひ皆さんにちょっと開けていただこうと、おお、これこんな
感じ。え、やったー、何これ、開けていただいて、しおり型プラカード。そうなんですよ、ルシファー。これがですね、発売は、お、お、何当たりました？ベルフェゴール。お、ベルフェゴール悪魔の方ですね。あ、ルシファーだ。おお、すげえ。やったー。え、すげえ。モンストデモンヒー。ベリアル。ベリアルだ。あれ、ベリアル。あ、ちゃんとしてる。私のルシファー。おお。お、進化前。進化前です。もあるんですね。うん。あのね、素材しっかりしてます。すげえしっかりしてますね、これ。プラスチックで。これがですね、12月21日より全国のスーパー、コンビニエンスストアで発売されております。縦長のデザインですね。ラムネも入ってます。はい。ラックマークの。ラックマークです。見る前に食べちゃった。あー！うわ、早っ。美味しいんですよ、このラムネも。結構。でこれ、120円ですね、税抜きで。はい、カードは全部で33種類あるそうなので。結構ある、うん、めっちゃある。結構皆さんね、ゲットしていただければと思います。はい。はい。はい、といったものが発売されております。続いて東海議ネタ。はい、東海議関西予選の決勝大会進出チームが決定しました。20日に関西予選ございまして、はい、こんな強者たちが進出いたしました。バン。優勝したのはモンスト一家。はい。で、準優勝ノーブズ。3位ノートリエント。そして4位ワルサー P38。いやー、みんなすごい熱い戦いを繰り広げてくれて、すげえな、みんな全部芸人に見えるなんでなんでこんなかっこよく映ってるの。かっこよく撮ってますよノブズにはね、初めて女子ストライカーが進出しているということで、ノブさんのために結成されたチームだというノブさんはね、出れなかった、あいにく出れなかったらしいんですが、ノブさんのために結構熱かったですよね。降臨クエストとかも結構ダウンしちゃったりね、はい、はい、あったので結構盛り上がった戦いだったんですが、うん、今回の関西予選大会ではタイムアタックラウンドの突破タイムが2分29秒97となっておりました。1位は1分50秒ですよね。はぁ、早い。早いですね。ここら辺は参考タイムにして、九州大会とか関東大会、はい、うん、あの参加される方はぜひ鍛えていってください。はい、はい、そしてそしてこちら、はい、今週末北海道予選、はい、はい、ございます。26日ですね、はい、日曜日にイオンモール札幌平27日です、はい、27日、今週日曜日にイオンモール札幌平岡にて開催いたします。はい、私と大島君とパッチョパネさん参ります。あ、私じゃなくて、パッチョパネさん行かない、私と刺身さんです。あ、刺身さん、はい、でございます。私は九州大会の方に参ります、はいはい、刺身さん行きます、北海道だから行きますよ。4時半よりニコ生でも放送しますので、はい、ぜひタイムシフトお忘れなく。リンク入れておきます。よっしゃっす、はい、そしてじゃあ最後 8A3 デスボアニメも好評ということで登場していただきましょう。あの方いつもの、来てよ、やっと来てよ、お待たせ、モンスターセレクト。あ、バーン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 ドーン。失礼します、リックスです。リックスです。はい、さらりじゃあ、はい、それでは、はい、皆さん、3DS 版モンスターストライク、あの、ありがとうございます。販売翌日に出荷本数が100万本を伸ばしました。これめっちゃすごいっすよね、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃすごいっすよね。で、かなえさんのところに顔しっかりだ、ここに来てます、すごいっすよね、うん、で、あの、記念にですね、オーブを、あの、もうすでに配布しているので、皆さんアプリから見ていただきまして、はいはい、で、あの、またあれなんですけど、あの、公式サイトの方で、3DS で使える重心力とルシファーのストライクカードが3枚セットでもらえるパスワードを、あの、公開しているので、ニュースしてない方は皆さん、はい、チェックしてみてください。はい、チェックしてください。そしてファミ通の12月24日号の方で、新作ゲームクロスレビューにて、あの、 3DS 版モンストが、うん、ゴールドを獲得しまして年度入りをアップしております。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。あとですね、あれ言いましょうか、あの、アップバンクストアで村井さん、ハミルトン、そして高橋くん、江島さんのとすれ違えるようになります。なります。はい、 3DS 版が、そうです、マジ、はい、ストライクカードが、はい、ですれ違うとストライクカードをゲットできて、マルチプレイで人数が足りない時とかにそのキャラで補えるとみたいになっていて、今のところですね、村井さんは新宿の予定、はい、マミルトンが梅田、はい、あとどこだっけ、あと立川と柏、立川と柏に高橋くんか大島、江島くん、大島くんがどちらかみたいな、はい、そうですね。で、店舗に行っていただくとすれ違えるようになるので、まだちょっと期間決まってませんので、はいはい、決まり次第またご連絡いたします。お楽しみに、はい、お楽しみに、はい、はい、そしてそしてじゃん、モンスターアニメ2000万回再生後は、おー、すげー、はい、
早くも。そうなんですよ。すげえ。10月10日から配信して、すげえ。12月20日に2000万回を突破いたしました。すげえな。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらもですね、記念の応募をこう26日後日、はい、配布いたしますので、お受け取りください。はい。モンスターアニメはですね、YouTube で公開しているので、今13話まで行くんですよね。あ、次は13話なので、それまでに皆さんまた見ていただいてですね、はい、内容を把握して、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。はい。そして、先ほど言っていた、イザナミゼロが、はい。次13話に登場します。おー。はい。とうとうアニメにも。とうとうアニメにも出ちゃいますので。どんな個性持ってるのかは、ね、はい、気になる。そして、どんな風に動くのか。動くのか。はい。楽しみですね。はい。はい。はい、そしてモンスターアニメがアニメジャパンに初出展いたします。はい、こちらではですね、オリジナルグッズ販売ですとか、あとはアニメに関する展示をしていきますので、うん、はい、お楽しみにされてください。はい、ね、はい、こちらはですね、もう12月18日からチケット発売中で、書いてありますので、はい、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、で、はい、そのスペシャルステージですとか展示ステージの内容は、私のツイッターですとか公式のチャンネルの方とかで、はい、早すぎて見えない。公式チャンネルの方で随時更新してまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、よし、以上、以上です。以上、3DS 版アニメも好評のコーナーでした。と、はい、以上かな、妄想ニュース。以上、エンディング。以上です。いや、では最後いきましょう。はい、明日のモンスターアニメ第13話は、モンストコロシアムが神の原の異変に関係している秘密を探るためにコロシアムに潜入する連たち。そこにはですね、怪しいオーラが、はい、そして超絶降臨ということで、第13話モンスターアニメ見てください。良い、良いモンスト、良いお年を。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよならー。